2つ目、世界自然遺産にも登録されている沖縄県のやんばる国立公園です。国内最大級の亜熱帯照葉樹林が広がり、ヤンバルクイナをはじめとする多種多様な希少種が生息しています。ヤンバル地域は日本の国土面積のたった 0.1% ですが、なんと日本で確認されている鳥の約半分、カエルの約4分の1が確認されています。まさに生物多様性を象徴する場所です。特に保全体験型ナイトツアーは必見です。かつてやんばるの森では希少な野生動植物が盗掘密猟される被害に遭っており、2011年から地域住民と環境省が一緒になってパトロールや環境モニタリング調査を行ってきました。